はいどうも、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。あ、ちょこれ締めよっか。こっちね、たくさん出過ぎたから締め、今日はこれです。今日全部オリジン弁当、これだけじゃないですよ。オリジン弁当、これ生姜焼きと竜田揚げかな。生姜焼きと竜田揚げの弁当です。まずは、他にもありますよ、たくさん。今日全部オリジン弁当だね。オリジン弁当さんです。いただきます。あ、もうこっちの弁当は温めてないです、そのまま。うんうん、やっぱり竜田揚げ美味しいね。で、この間これオリジン弁当の生姜焼きは初めて食べたんだよ。美味しかったな、ほら。うん、うん、うん。うん。あ、大丈夫です。落ちてないです。落ちるちょっと前にポッと取りました。きゅうり。うん、美味しい。やっぱ豚肉美味しいね。本当に。豚肉本当好き、これ。子供の頃から好きだね、豚肉は。豚肉が、豚肉も。これあの、なんでだろうな。カレーは全部好きだけども、どちらかこう3つ並んでて、3つ並んでじゃない、こう並んでて、ビーフオアポークってなってたら僕はポークなのかもしれない。僕だって僕自身がってことじゃない、よくわかんねえかまあ豚肉が好きってことですよ。煮物とかもね、ランチョンミートもポーク、ビーフランチョンミートって聞いたことないけど、チキンはあるけど、ポークランチョンミートはね、もういつものやつだから。うんうん、あー美味しいね。おい、決まったな。おにぎり2つぐらい買ってくるな、これね。唐揚げ、うん、美味しいねこっちは温めました。あの塩ガーリックね、いつもの。子供の頃から豚肉が好きですねっていう話をさ、はい、前の先生たっぷりいきます。前先生たっぷり入ります。たっぷりたっぷりありがとうございます。そういう話をしたらさ、今思い出したんだけどさ、子供の頃ね、何して遊んでました、みんなは。皆さんは何して遊んでました、子供の頃。きっとね、その地方によって時代によってね、いろいろ違うと思うんですよ。で、変な話、その島でもね、与論でも今の子供たちと僕らの時代ともっと上の先輩たちの時代は違うわけですから、それにここ2、30年はたった5年10年でのこう変わり、移り変わりがとても激しいでしょ。その前に、以前の30年、それ以前の30年と比べても、絶対に。そう思いますよ、僕は。これ、豚のカツ。ほら、豚。ほら、また豚ね。
うん、うん、うん、おいしい。僕ら何して遊んでたかっていうとさ、当時ファミコンはもう出てきてた。ファミコンはでも僕の家にはなかった。で、友達の家にはありましたね。で、ファミコンを、やったりもしたけど、うちに来たのいつだっけな、小学校6年かな。僕が小学校6年生の時にうちには、確か、ツインファミコン。ツインファミコンが来た。それは楽しかったですよ、それもちろん。でもね、メインはやっぱり、なんでだろうな。なんで楽しかったんだ。毎日、毎日だよ。毎日キャッチボールした。毎日。今考えると不思議でしょうがないね。試合とかじゃないんだよ。キャッチボールだよ。もうキャッチボールがしたくてしたくてしょうがなくてね。毎日学校終わったやつだな。不思議だよな。いや、もちろんそれだけじゃないですよ。やめた方がいいか。大丈夫かな。大丈夫でしょ。野に咲いてる。野に入あれ畑でとか育ててるわけじゃないですよ。グラジオラスがたくさん生えてるわけ。生えてたわけ、当時そこら辺に。でそれを移植しようって言って、こっちで咲いてきれいね。あれ蜜も美味しいから、蜜を吸うのに探して取って吸って探して取って吸うのよりも、家の庭であんだけ全部持ってきて植えて花咲いたら綺麗だし楽しいし美味しいんじゃないかって言ってさ、それは高光と、あ、前も出たことあるよ、これ話したことある。証拠し遅れたね、高光。高光と二人で相談して、もう見つけただけのグラジオレスを全部一本にできた。で、あの僕の家の庭にね、全部移植手術したんですけどね、次の日にはもう全部こんなってなってた。うまくいかなかったね。いやー、ね、あと釣りとかね、釣りもしたな。うん、釣りにも行った。釣りも楽しいんだよ、本当に。大物狙いとかじゃない、子供だから。ここら辺の堤防とかさ、普通のも浜から行って海とかでこうやってやってね。あとは泳ぎ釣り。泳ぎ釣りってしたことありますか。したことないでしょうね、ほとんどの人は。泳ぎ釣りも楽しいよ。まあ、釣りしないで海の中に入って、そう、海にも遊びに行ったね。タコ取ったりね、貝取ったり、それ魚釣ったりとかしてね、それ焼いて食べたりとか、それもやってたね。そういうことばっ、そういうのばっかりですよ、もうみんなで。逆にだから、心配になっちゃうっていうか、ここの人たち子供がさ、何して遊ぶんだろうなと思って。遊ぶものも遊ぶところもないでしょ。だから公園、最初は意味わからなかった。こっち出てきて公園がたくさんあるじゃないですか、いろんなところに。なんでだろうなってしばらく分かんなかった。でもよく考えたらね、公園作らないと遊ぶ場所がないんだよね。そういうことなの。遊ぶ場所作らないと遊ぶ場所がない。これ大変なことですよ、これは。まあ、それを望んで僕らがこういう社会、世の中を作ってきてるわけですから、それがいいとか悪いとかいうことではないですけど、でも子供にしてみたらね、いい迷惑でしょ。そういうことも感じないのかな。
それが当たり前だから、育って生まれて育ってそれだからさ、だって遊ぶ場所ないんだよ、海もない川もない山もない森も林もない、どうやって遊びましょうかね。秘密基地作れないやんた、都会じゃ秘密基地も作れないよ、まあ、作ったら怒られるだろうしね。子供じゃなくて今僕が作りたいぐらいですよ、秘密基地を。どっかに系統だね、すごい思ったのがあった。それはあれ、電車。こっちのねちびっ子たちはあの電車とかブーブー車とかさがあのそれが好きな割合多いじゃん、高いじゃないですか。もちろんその大人になってからその趣味ずっと続けて趣味とか詳しいとかそういうのはまた別の話ですよ。ちびっこの時にこうすごい興味を示したり熱中するもの電車とかねそういうのでしょ、まあ、もちろん僕らの時代の僕らの世論にはさそういうのがなかったからっていうのもあるんだろうけど、みんなねさすがに車走ってるけどそこまでブー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 言うねもうなかったと思うんだよ、うんうん。だってもういやあの音が出たりこう肌で感じるものがあったりとかそういうことなんでしょ、きっと子供がそれで興味示すようになってるものっていうのは。電車なんかすごいもうズワーンっていくし形もかっこいいし走ったらさ風当たるしこう振動あるしね、音もあるでしょ。そういうことじゃないかなって思うわけ。でも島で田舎でいればさそういうのじゃなくてもいっぱいあるんですよ、そういうのが。風、同じ風でも違うし、日によってその風は当たる風の感覚が違うし、太陽でも月でも星でも昨日と今日は違う。で雨だってそう、ああ今日の雨透き通ってるなとかさ、優しい雨降ってきたねとかさ、なんかそういうのが違うんですよね。そういうのは興味津々するものたくさんあるから、なんだろうね、なんて言ったらいいのかなこれね、何の話だっけこれ。オリジン弁当食べてたんだよ、ただん？どっからこうなった子供の、まあいいやだから都会で暮らしてる子供たちは遊びのなあ大変だろうなと思って、よかった僕はと思った話でした。ごちそうさまでした、美味しかったです。